はい、どうも皆さん、ゆきと登場きのこでございます。ファッションにちなんだ私の100問質問コーナーをしたいと思います。結構いろいろと根掘り葉掘りやっていきたいと思っておりますので、よかったら見ていってください。では始めましょう。こちらゴー。なんかね、最初自己紹介みたいな感じになってるんで、もう飛ばしたい方は飛ばしてください。いきます。1つ目性別女です。2つ目誕生日2月10日です。3年齢お任せします。4星座水瓶座です。5血液型 AB 型です。6出身地大阪です。堺市なんですよね。で7現住地は東京です。8性格心配性優柔不断。9趣味掃除服屋巡り。10特技水泳とピアノ。11ヘアスタイル、これショートヘアですね。12ヘアカラー、これはアッシュベージュプラスカーキ。13チャームポイントメガネ。14コンプレックス右顔。次、身長157センチ。16服のサイズ、服によりますが基本 M から L。 17靴のサイズ、スニーカーは23から24、革靴は23。18指のサイズ9号。19好きなファッションスタイル、ボーイズとかトラッドスタイルとかメンズライク。苦手なファッションスタイル、ギャル系。21好きな服のブランドベスト3。ベスト3は無理なので、好きなブランドを3つ答えます。はい、リノ、ダントン、古着ブランドじゃない。24好きなバッグのブランド、最近はクリードばっかり買ってますね。25好きな靴のブランド、ローファーとかはハルタ GH バスとかなんですけど、スニーカーだと最近以前お伝えしたんですが、ブルーオーバーとか、あとね、バンズが結構多いです。26好きなアクセサリーブランド、あんまりアクセサリーはつけないんですけど、結構ハンドメイド系が好きです。27好きなコスメブランド、下地とかはラロッシュポデでしょ。でチークとか結構ちゃんとしたなんかこう肌に何か上からのせるタイプのやつは、コフレドールか白かベルボークとかか。28好きな異性のファッションスタイル、古着っちゃ古着なんだけど難しいなみたいな。でもあとなんかそのビショップ系男子が好きですね。29苦手な異性のファッションスタイル、こういう人とは付き合わないなみたいなやつをもしどうしてもあげるとしたらギャル系。30よく服を買う場所、私が最近よく買ってるのはビショップ率が高いかもしれません。ビショップはよく行くのは、スクランブルスクエア店、吉祥寺店、神戸店本店ですね。あとミント神戸もよく行くかもしれません。31買い物は一人が多い、人と一緒に行く、だから基本一人かな。32衝動買い、じっくり選ぶ、以前は衝動買いしてましたが最近はじっくり選んでる方だと思います。33衝動買いをして後悔しますか、バリバリしますね。34服を選ぶ時のポイント、1つ目は2つ目着回しが効くもので、3つ目、トレンドアイテムは基本的にもうどこでもいいみたいな、なんか今日安いものでもいいけど、例えばベーシックなアイテムとかはなんかちゃんとこのバックグラウンドとかバックホーンっていうんですかね、をちゃんと見てじっくり選ぶようにしています。37試着はしますか、めちゃくちゃします。38店員さんに話しかけられるのは好き、まあ全然好き。39店員さんとは仲いいですか、あ結構仲良くなりますね。40好きなアウターのタイプ、基本ロングですね、もう本当に大きめのシルエットが丸いタイプのアウターが好きです。41好きなトップスのタイプは、最近はねあんまり襟が詰まってないものが好きなので、ノーカラーとか首が開いているものが好きです。42好きなボトムスのタイプ、サーカスパンツのようなちょっとコクーンタイプの形のパンツが好きです。あとはプリーツとかですね。43パンツとスカートどっちが多いですか、スカート3パンツ7とか。44好きなワンピのタイプ、ロングワンピースが好きです。あとエプロンワンピとかが好きですね。45好きなバッグのタイプ、ショルダーとリュック。46好きな靴のタイプ、最近はローファー、あとはスナップボタンの靴。47ハイヒール、ローヒール、ペタンコ、どれが多い、ペタンコです。48ちなみにヒールは何センチくらい、成人式の時に履いてたのは15センチとかのやつ履いてた。49好きな色、似合うと思う色、好きな色はベージュ、カーキ、ネイビー、赤、ホワイト。じゃあ似合うと思う色は、カーキとかネイビーとかちょっと暗めの色。50好きな、嫌いな色と似合わないと思う色、嫌いな色は特にないけど似合わないと思う色、パステルカラーとかは正直似合わない気がする。51
好きな柄、似合うと思う柄。でもね、好きなのはチェックとストライプとかペイズリーとかも好きですね。です、似合うと思う柄、チェックとストライプは多分似合うと思う。52、嫌いな柄と似合わないと思う柄。正直着たことがないのはゼブラとか、こうセレブリティみたいな感じな、あの牛柄とかかな。53、持っている色はどんな色柄が多いですか。ネイビー率は高いかも。ネイビーとホワイト、オフホワイトとかきなりとかのオフホワイト、あとカーキとかが多いかもしれません。柄はチェックが結構多いかも。これもチェックだし。54、アクセはシルバー派、ゴールド派、その他。色とかはあの基本なんか単色か、あとはレジン系、なんかちょっとね、花が入ってたりとか、あとあのヴィンテージイヤリングとかがすごい好きです。で、指輪とかはゴールドよりシルバーかもしれません。はい、55、その他の人はどんな色のアクセ。あ、先ほどお伝えしました。56、好きな素材ベスト3。最近はリネン朝が好きです。で、2つ目、ウールが好きです。うん、100ウールが好き。で、3つ目、綿100が好きです。サマーコットンとか好きですね。59、嫌いな素材。嫌いはないんですけど、その洗濯した時にめちゃくちゃニットの目からコロ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 ニットが落ちるタイプの素材のなんか素材の組み合わせバランスが嫌いかもしれません。60、嫌いな理由。さっきほどお伝えしました、お洗濯の時ですね。61、福袋を買いますか。古着は結構買います。62、買わない人はなぜ買わないの。まあちょっといろいろあります。はい、ちょっとまたこれはお話しさせていただきます。長くなっちゃう話がね。63、買う人はショップで買いますか、ネットで買いますか。今年1個だけ買ったんですけど、福袋、あの古着屋さんのやつですけど、あれはネットで買いましたね。64、ショップで買う人は当日早朝から並んだりする。高校の時とかはショップで並んでましたね。65、アクセの福袋とかいろいろあるけど、どんな福袋を買いますか。買わないです。66、福袋は当たりでしたか外れでしたか。もう今回のやつはめちゃくちゃ当たりでした。なんか自分の好みとかを言って、なんかその好みとかその人に合った服をこう詰めてもらうっていうタイプの少し特殊な福袋だったんですけど、ものすごくね、選んでくださる方がセンスがすごく良かったので当たりすぎでしたね。67、何が入っていたら当たりだと思う。あんまりこれはなんかそんなこだわりはないです。68、何が入っていたら外れだと思う。これもあんまりないですね。69、このブランドは当たり外れが多いとかある。あのシーズンごとの服のバランスがバラバラなのは結構ユニクロ自由かも。なんかその秋冬の中でもこのシーズンはめちゃくちゃ可愛いの置いてるけど、こういうのは置いてないよねっていうのは結構ありますよね。70、よく読む雑誌、よく読むファッション雑誌。最近はファッチ、クルーエル、ララビギン、セカンド、ライトニング。あ、71、雑誌を参考にコーデしたりしますか。めちゃくちゃします。72、雑誌を見て服買いに行ったりしますか。ファッチは結構あるかもしれません。73、ショップのブログとかチェックしてますか。あ、してますね。74、どのくらいの頻度で服を買います。もう月に1回以上は買ってますね。75、月に服どれくらいお金使う。これ結構みんな気になるんじゃないかな。少ない時は本当に3万以下、すごい時とかはちょっとまあ余裕で10万超える時があります。はいその代わり他のものは買わないし、飲みに誘われても行きません。76、服は全部で何着持ってますか。100以上は余裕でありますね。77、一番のお気に入りアイテムは。ダントンとネストローブのリネンシャツはすごく気に入って履いてます。ルトリコチュールのニットとかはずっと、セーターはずっと着てますねかな。まあ若干春になってくると変わりそうな気もしますけど。78、着なくなった服、いらない服は捨てますか。売る、それともあげる。あ、捨てるは絶対 しません。で、最近だと、まあ、着ない服に対して捨てるっていう概念はないので、なんかラグタグとかそのセレクトとかに売るっていうよりかは、まあ、フリマに来てもらって、まあ、できるだけちょっとコストを下げて、こう次に私のことが好きな方、私のファッションが好きな方にこうお譲りするっていう形のこうちょっとまあサイクルでこうお譲りしてるというか、まあ売らせていただいております。79、それともとりあえず取っておく。これ先に入れてほしかったんだけど、取ってもおくかもね。80、流行ってるアイテムやスタイル。流行ってるアイテム、まあ今季大きく言うとシアー系のブラウスとかじゃない。あとトラッドとかのスタイルだと思うんですけど。81、
今個人的にハマってるアイテム、スタイルはなんかロンドンっぽい男の子みたいな、女の子男の子みたいな、ちょっとナチュラル系な服ですね。はい、82、トレンドアイテムは即取り入れますか？私結構ね、流行に疎いんですよ。なんかもちろん一応紹介したりとかコーディネートに参考にしたいからってことで買ったりもしますが、正直あんまりです。83、流行には流されないタイプ。物による。84、春によく使うファッションアイテム。物によるけど、アウターとかトレンチとかは絶対使うかもしれません。85、夏によく使うファッションアイテム。あー、でもノーカラーとかのね、結構シャツとかは夏とかに使ってるかも、あの半袖とかは。86、秋に使うファッションアイテム、ニット。87、冬によく使うファッションアイテム、リネンじゃない、ウールのニットとかセーター。88、春夏秋冬いつのファッションが一番好き？秋。89、その理由は、涼しいし重ね着ができる。90、コーデするときに一番気をつけていることは、これちょっとまた今度やりたいんですけど、色味バランスの2つ。91、コーデに合わせてヘアスタイルも変える？最近はちょっとずつ変えてる。92、挑戦してみたいファッションスタイル、ビッグシルエットばっかりじゃなく自分の体のサイズに合うバランスの服。そう。ビッグシルエットじゃないものって言ったらいいかな。93、憧れのモデルさんはいますか？あー、いない。94、それは誰？いないです。95、どんなとこに憧れてるの？いません。96、展示会とか行きます？行きますね。97、今まで何回ぐらい行きましたか？でもまだそんなにかも。98、今年気になるアイテムはありましたか？最近2020の AW、FW 見に行ったんですけど、結構いいのがあってつけちゃいました。またそれも紹介します。はい、99、微妙ですがここで終わります。ありがとうございます。100、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ということで、結構長い時間失礼いたしました。ということで、本日も皆さんご視聴ありがとうございました。またね、4月以降、自粛っていうことで家でしかできないこともあるとは思いますが、もし見たい内容などもありましたら、ぜひコメント欄の方に、記載いただけますとすごく助かります。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ニュキッド登場、キノコでございました。ではバイバイ。